林です。富田です。よろしくお願いします。今日はうつ病の人が払ってはいけないお金ベスト10ということでやっていければなと思います。よろしくお願いします。うつ病の人が払ってはいけないお金、まあ、いろいろありますけど、どんなのが思いつきますか？払ってはいけないお金、とにかく借金系ですかね。借金しない方がいいね、なんか、未来に繰り越すといいことないんですよ。予定が立たない。全部そうそう、ADHD とか何でもそうなんですけど、予定が立たない。こう面倒なことを後回しには絶対しない方がいい。そう、なんか今日一生懸命生きるので必死な人たちが未来のことを考えてろくなことにならないので、あんまりそういうのはしない方がいい。借金絶対しない方がいいですね。お金返すのもマジできついです、から借金はしないっていうのは、借金すると借金のことばっかり考えちゃって人生がやっぱ明るくならないから、お金使う時とかも借金のこと考えちゃうし、借金しないのはすごい大事です、あとは、借りるっていう意味で言うと共通したのは家賃ですよ。家賃って一種の借金なんですよ。家借りてるわけじゃないですか、家借りてって家借りてでお金を払ってるわけだから借金ですよね。家賃もきつい、家賃が月々高いのは本当にきついんで、例えば 12.5 万円とかで住んでますけど、 12.5 でも高いなと思いますね。もうちょっと安くできないかなと思いますけれども、やっぱりね、家賃が高いのは非常にきつい、借金もしない方がいい。あとは、広告費、YouTube とかでもあると思うんだけど、なんかさ、お金持ちの人がさ、YouTuber とかやるとさ、広告打って打つじゃん、プロモーションとかでさ、見てみるとすげえつまんなかったりするんだよね。黄色いマークで右上に出てくるやつですね。そうそう、プロモーションでさ、出てる動画つまんないよね。なんか、あ、広告だなって思いますよね。なんか、一時期あったよね。具体的な名前はちょっと角が立つけどさ、なんだっけ、変な歌をさ、株かなんかで儲けた人がプロモーションいつもしてるさ。なんか、すげえなんか、つまんなかったと思う。広告良くないですね。広告、ちゃんとそれに利益が出るんだったらいいんだけど、やっぱこう毎月毎月決まった額が引き落とされていくっていうのは、その何かという時のためにお金貯めるってことを考えて全然良くなくて、基本的にはやった方がいいかなとは思います。あとは最初から人雇うのもやめた方がいいですね。結構この動画で、本当に落ちてきつい人は人雇って人に仕事任せた方がいいですよっていう話してるんですけど、最初の頃は自分そんな仕事があるわけでもないから、自分が元気な時にわーってやって、それで集まった人を自分で対応する形にした方がいいって、ある程度売上が上がってきたら、だいたい目安として言うと月の利益が100万超えたら、営業利益100万超えたら、多分どんどん人に任せた方がいいかな。好きな営業利益で100万超えるぐらいの事業の仕事量って半端ないんですよ。でそれは多分うつ病とかやったら潰れるんだよ。それは人に絶対任せた方がいい。それあります。私も YouTube で今1年ぐらいなんですけど、最初の頃はもう全部自分でやってて、やっとちょっと撮影者さんとか入れて、でもほぼボランティアみたいな感じなんですけど、まず自分だけでやれる、ようにしとかないとっていうのもありますね。自分だけでやれるようにしとかないと指示出せないから。そうですね。で、どこにどれぐらいのコースとかかかって、どれぐらいのコストでできるかっていうのが全然分かんなくなるから、基本的に最初は自分でできるようにした方がいい。そうですね。で、あとはこれもちょっと特徴的なところとして書いたんですけど、うつ病患者はコピー機を借りて、借りてはいけない。どこだかコピー機って塾とかだと、毎月何千円とか何万円とかレンタルできるんですけど、なんだろう、月々やっぱかかるコストってのはすごい意識した方がよくて、毎月決まってかかるコスト、もういろいろある。それはなんか、なんちゃらワークスの会員とかさ、なんちゃらサブスク的なコースはいっぱいあるじゃん、フリーとか、マネーフォワードとか、ミソカとかさ、ああいうの結構、ちりも積もれば山となるんですが、月額課金のものは基本やんない方がいいですね。分かります。月額課金のものは、だから、例えば月9800円とかできて安く感じるんだけど、1年だと12万円なんですよ。で12万円あったら、MacBook の新しいの買えるじゃんとかさ。加入するときは、便利そうと思って加入するんですけど、なんかああいうのって、大会するのめんどくさくないですか？大会するのめんどくさいし、だからまず ADHD だと無理だし、あと、加入したことを忘れちゃったりするわね。ちゃんと俺定期的に見たんだけど、定期的に見ないと忘れちゃったりしてるから、結構、サブスク系は、サブスクって本当マジで港区女子より怖いから、港区女子は飲みに行かなければ金かかんないじゃん。何だったんですか？けどサブスクは何もしなくても金かかるみたいな。サブスク俺多分月10万ぐらい使った時期があって、いろんなサブスクに、
なんかもんやりしてて入っちゃってたんですよ、うんうん、いつの間に。わかります。記憶がない、うん、記憶がない、なんか入ったことすら忘れてるやつにお金が投じられてることありますよね。で月10万ぐらい払った時期があって、うん、あのなんかジムとかさ、うん、いろいろしたんですが、うん、全部消しましたけど、うん、ほんとね、サブスクはきつい。だって十分あったら全然港区女子と遊べるよ、ね、なんかワンチャンいけるんじゃないかぐらいちゃんと10万ってさ、なんかあって普通にあの飯食って酒飲んでみたいな、その一夜の流れは多分10万あったらできると思うって考えたら、どんだけ俺は金を無駄にしたんだろうと思って、港区女子と遊びたいって言ってもないですけど、そこをちょっとやっぱり考えなきゃいけないかなとは思います。あとはあの、まあ、うつ病の人が商売やるときに結構大事なのは、あの原価を払わない、うん、そのやっぱだから仕入れがあるような商売は基本しない方がいいですよ。仕入れがあるとリスクがあるじゃないですか。でそれ売り切んなきゃいけないけど赤字になっちゃう可能性もあるわけです。で例えば自分だったら話をしてカウンセラーとか勉強を教えて塾とか本書いて売るとかっていうのは原価かかんないじゃないですか。自分の労働時間はかかるけど、どうせさうつ病とかだったら何もぼーっとしてるだけなわけだから、そのぼーっとしてる時間金なんだったらいいじゃないですか。考えたらやっぱり原価があるものは私は極力うつ病患者の人を払わない方がいいのかなっていうふうに思ったりはします。あとは借金もそうだし、あとまあ出資受けちゃいけないよと、株式投資もしない方がいいですね。あの精神的に不安定な人が投資をするっていうのは怖いことだと思います。なんか精神的に安定してる人がやるもんだから投資ってさ、不安定な人が投資やるとさ不安定に売ったり買ったりしちゃうじゃん、まあ、それでもちろんうまくいく人もいるんだけど、うまくいかない人の方がやっぱ多いんじゃないかなと思うんで、そこはちょっと気をつけた方がいいのかなとは思います。あとまあその借金して不動産とかもそうです。だって不動産なんか本当に都内だと利回りが 3% とかで金利も結構倍のうちの 2% とかかかるわけですよね。でその間の 1% を抜くために頑張るとか言ったら1部屋空いたらもう終わりみたいな、そういう世界じゃないですか。そういうこうかっちりした仕事をじゃあうつとか ADHD なんかができるかって言ってできないと思うんですよ。全例えば友達いっぱい作って部屋空いたらすぐ埋めれるかって言われたら埋めれないですよ、うん、で考えたら私はそういう投資はやめた方がいいかなとは思います。あとはやっぱりこうあの自分へのご褒美とかって言って簡単に物を買う人いるじゃないですか。あれも良くないですね。だって結構次も積もれば早くなっちゃうじゃないですか、はい、あんまお金使う習慣は極力つけない方がいいのかな。まあ普段落ち込んでる人なんでそんな使わないと思いますけど、やっぱりそこはすごく大事かなというふうに思ったりはします。あと何かありますか？まあ、そんなもんかな。月額課金に気をつけるっていうのと、あとは、まあそうだね、月額課金に気をつける、将来の自分に期待をかけない、あとやっぱ女の子とか男の子とか、まあ、どっちもあると思うんだけど、そのさ、例えば女の子とか男の子の機嫌を取るためにお金使うとかって基本やめたわけですよ。あの、本当にあなたのことが好きな人だったらお金使わなくても付き合えるはずなんで、お金を使わないと付き合えないってことはあなたのことが好きじゃないってことなんですよ。だからそれは把握した方がいいですね。よくあの西村博之さんが生放送とかでそう言ってますね。そうそれは本当すごい大事で、それはちょっと考えなきゃいけないところかなと思います。うん、とりあえずそんなところからやっていきましょう。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。です毎日学習会ではあの LINE であの無料であの受験相談ができますので、もしよろしければあの概要欄に LINE のあのアドレスがありますので、ぜひですねあの気軽にお問い合わせいただければなと思います。あとあの希望の方にはね、あの10日間無料であの添削だったりとか相談だったりとか、あの一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。